ウィリアム・バベルは、イギリスの作曲家、鍵盤楽器奏者。ドルーリー・レイン王立劇場のファゴット奏者だった父の、チャールズ・バベルに音楽を学び、さらにヨハン・クリストフ・ペープシュに支持。また、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルにも学んだ可能性がある。1711年から、ハープ・シコード奏者として活動し、ウィリアム・コーベットや、ジャック・ページ・ブルラと共演した。また、 ジョージ一世の私的楽団のバイオリニストを務め、リンカーンズ・イン・フィールズ劇場の運営にも関わった。1718年から万世協会のオルガニストに就任したが、不節制のため創生した。ヨハン・マッテズオンは、バベルのオルガンの腕前はヘンデルを上回っていたと、述べている。作品には、バイオリン、または、オーボエと通奏低音のためのソナタや、 その他の競争曲などがある。作風は、親しい関係だったヘンデルの強い影響が伺える。また当時流行していたオペラのアリアを、鍵盤楽器用に編曲した。これらはイギリスだけでなく、フランス、オランダ、ドイツでも出版され、高い名声を得た。ありがとうございます。